皆さんこんにちは。今日はこちらの新型ステップワゴンのスパーダプレミアムラインの EHV、 私の動画の中で一番初めにインプレッションさせていただいたこちらの車なんですが、改めて乗ったこちらの車の走りの印象をちょっとお伝えしようと思います。私の動画を見てくださっている方はご存知だと思うんですけれども、 EHV の16インチ、エアーの16インチ、こちらも EHV、 それからエアーのガソリン FF 車になります。こちらを試乗させていただいています。乗っていないのはエアーの4駆ガソリン、これ車があったのでこちらは後日試乗してみようと思ってます。あとはスパーダのガソリンの16インチ、それからプレミアムラインの17インチのガソリン、この2つだけ乗っていません。まあ、なのでその観点で改めてこのステップワゴンのスパーダ EHV のプレミアムラインの走りの進化について RP ごとの比較も兼ねてご紹介をしようと思います。でこの車やっぱりこう乗ってみて思ったのが、私の最初のファーストインプレッションなんですけど、全く同じ印象になっているということが、まずこの動画の最終的な結論になります。要するに、言ってることは全然2回乗っても間違ってないなっていうことになります。で何が間違ってないかと言いますと、すごくセダンらしい走り、ミニバンなんですけど、もうミニバンっていう車内空間じゃなくて、もう高級なサルーンの車に乗ってるような、そういった上質な走りを味わえる車になってます。ステップワゴンっていうファミリーカー的な名前がついてる車ではあるんですけれども、そのステップワゴンというその名前からもうすごいこう離れたところに高級な車のキャラクターっていうものがあって、また別の車に改名でもした方がいいんじゃないのかっていうぐらい、すごくもう別車に、ね、なっちゃってるっていうのが、もう2回目乗ってもすごく感じたところになります。で最近ステップワゴンのすべてというモーターファン の, 別冊、買ってすでに読まれた方もいらっしゃると思うんですけど、僕もそれ、目を通して読んでみたんですけれども、今回ボディ剛性で幅が広がって、僕もそのスライドドアのフロアのところは変えてるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱり変えてたみたい で、ただ単に幅を広げただけじゃなくて、サイドシルのボディの剛性を、今回上げてきてるっていうことが書いてありました。でやっぱり乗ってみて思うのが、この高級な走りの味わいが出せる理由の一つに、やっぱりこのね、ボディのこの剛性感、こう前に乗ってて、この前のキャビンの部分の剛性が高いというよりも、長い車なので、この座ってる位置のこの後ろの部分の剛性で、すごくサイドシルの剛性が効いてるなっていうのをなんかすごく感じます。自分が乗ってる後ろのフロアがこう暴れなくなった、しっとりするようになったっていうのをすごくこの車乗って感じたところなんですけど、まさにそこが剛性アップであり、車の上質な走りにつながっているということに、なっているんだなっていうのをすごく感じました。でもう一つはやっぱダンパーで、ダンパーも単純にダンパーを変えたっていう感じじゃなくて、これも本当にもうホンダマジックなんじゃないかなっていうぐらい、すごいなってやっぱ思うんですけど、セッティングで変えてきたっていうところが、ここまでセッティングで変えられるんだなっていうことがすごいなって思ったところなんですけど、足回りはやっぱり変わってなかったっていうのもモーターファンの別冊でも書いてありました。ただしダンパーはもちろん、変わっているのと、リアダンパーも少しこうストロークを上げたということ で、スプリングのこうアッパーの部分ですかね、そこの座りの部分が少しこう剛性を上げてるっていうことなので、突き上げがこう出にくい、しっとりとした、滑らかな乗り味になっているということで、やっぱ後ろが結構重点的にチューニングされてるんだなっていうことと、ダンパーなのでもちろん前後のダンパーのセッティングなんかも重点的にセッティングされてるわけなんですけれども、それによるこう影響ももちろんあるということです。ボディ剛性が上がっててダンパーセッティングももちろん変わってると。
でもそれだけでこれだけ車のキャラがガラッと変わっちゃうっていうのがすごくやっぱりこの車じっくりこうちょっと今日ね乗せていただいているんですけど、いやすごいなってやっぱりね、さすがやっぱりこうセッティングのホンダマジックだなっていうのをねすごくね感じるんですけど、いやここまで車変わっちゃうんだなっていうのをね正直感じたところではあります。で足回りは変わってないっていうお話をしたんですけど、やっぱりタイヤホイール自体はオフセットが変わってる、でトレッドが広くなってるということで15ミリだったと思います確か、で広がってるわけなんですけど、そこはやっぱりホイールでオフセットこうアウト側にこう振ってるっていうところですね、トレッドを拡大してますんで、まあ、そこなのでやっぱりこう車のその操舵感っていうんですか、まあ、これ EPS なので操舵感っていうのはそんなに感じないですけど、でもやっぱりこうコーナーリングしていったときにステアリングをこう切ったときに車のその挙動っていうのがやっぱりこうよりトレッドが広くなってよりローリングしなくなった理由っていうのがこうトレッドの拡大にこうすごく寄与している部分があるんだなっていうのもやっぱ結構感じたところではあるかなと思います。うん、なのですごくね車がまあスポーティーな走りで高級感がありと、まあ、いうことでボディ剛性とサスペンションセッティング、それから細かな、ボディのそのスプリングのその付け根の部分ですね、その座りの部分の剛性アップ、まあ、そういったところを狙って車の高級感というものをこうアップしてきたと、まあ、いうこと、まあ、それだけなのかなと本当思いますけど、まあ、公開しているのはそれだけなんでしょうけど、まあ、さらに何かやってるんじゃないかっていうぐらい非常に車がしっとりしている。あ、で、本に書いてなかったのが一つあって、ナックルが今回アルミじゃなくて鉄に変わってるんです。でそこは今回書いてなかったんですけど、ガソリン RP3 は鉄で RP5 から鋳鉄ナックルに、あ、鋳鉄じゃない鋳物のナックルに変わったっていうのがあって、それによってこうより一層この路面の、うねりとかこう荒れたところとかアンジュレーションとかそういったところでもしっかりとこう追従してくれる、バネ下がこう軽くなると追従しやすく当然なってくる、イナーシャが少なくなりますので追従性が非常に良くなってしっとりとした滑らかな乗り味になるわけなんですけれども、こっちは逆に鋳鉄製なので重くなってるんです足が、でかつ17インチになってるっていうのがあります。でも思ったのが、必ずしも鋳鉄で足が17インチで台形化してバネ下が重くなってるっていうのはもう明らかにそうなんですけど、でもここまでしっとりできるっていうのもある意味そのバネ下を闇雲に軽くして追従したっていうことじゃなくて、少しこうむしろ重くしてでも、サスペンションのセッティングでこれだけしっとりとした乗り味にもできるんだっていうことなんだと思うんですけど、いやそういったところも少しこうカルチャーショックをちょっと受けたなというところではあったりします。で16インチとの比較でということで、やっぱり17インチより16インチの方がいいよねというお話をしたんですけど、まあ、そこはやっぱりそうかなっていうのはあります。やっぱり16インチの方がこのロードノイズであるとか車内の騒音っていう意味でいくと、やっぱり低周波非常に17インチ結構やっぱり感じやすいっていうところがあります。で17インチの、まあ、低周波できるだけ耳に入らないように今回かなりやっぱり後ろのフロアの部分ですね、非常にかなり今回手を入れてるみたいなんですけど、まあ、その中で17インチももちろん音は静かなんですけど、まあ、より静かなのがやっぱり16インチ、まあ、そこはやっぱりタイヤの扁平率の問題っていうのがあるインチの違いっていうのがやっぱり大きく出ているなっていうのが、やっぱりこう物理的にねやっぱりどうしてもインチが大きくなってしまうと、まあ、当然突っ張りやすくなりますので音も出やすくなりますので、まあ、そういった意味ではやはり音を気にするのであれば16インチかなっていうところも、まあ、印象としては変わらないところですし、まあ、乗り心地に関しては意外と17インチ乗って悪くないなと。でもこれでまた16インチ乗ると16インチの乗り心地いいよねってなっちゃうと思うんですけど、うん、まあ、そこも当然55、まあ、60から今回これ55の17インチなんで、当然55にすることによるその硬さによる影響っていうのは当然出てくるわけなんですけど、うん、でも17インチこの乗り味しか知らない人からすれば全然これでも十分かなっていう、むしろこの方がスポーティーな感覚すら覚える部分っていうのもありますんで、決して悪くはないかなっていう気はする。でもやっぱりお話しした通りで
17インチってどうしてもこう路面のこううねって、路面の荒れてるところ、路面からこう入ってくるこううねりとか、そういったもののこう振動成分っていうのが車内に入ってくるわけなんですけど、それによるこう足が振動するっていう、こう極微低速域でのまあ乗り味、少し足がバタバタするっていうインプレを私させていただいたわけなんですけど、やっぱそこは、うん、やっぱり17インチ、16インチ比べるとやっぱりあるなっていうのは、やっぱりこう2回目乗り比べても、うん、やっぱり同じ印象ではあります。うん、なので、やっぱり1回目乗った印象とほぼ、まあ、同じ印象が、まあ、今回2回目乗っても、うん、同じ印象かなっていう感じが、まあ、僕の中ではすごくしていて、まあ、なんでこれだけ車がスポーティーな、乗り味、RP5 から大きくこう、走りが変貌してるのかっていうところ、まあ、そこが今回改めてなんか分かったなっていうところではあります。で、かつやっぱりガソリン車との違いっていうのはものすごく大きい。まあ、エアの FF のガソリン車なんですけど、でも特に EHV、あのスパーだとエアとでの特に差別化はなくて、 EHV とガソリンとでの差別化が今回もあるということなので、ガソリンと EHV との違いというのが結構あるなと、まあ、いうのを、ね、感じました。やっぱり RP5、 やっぱりガソリンは結構、うん、RP5 と変わらないなっていう印象ですし、この EHV はやっぱりガソリンなおかつ先代のRP5 から比べてもすごく大きく走りが進化したなと、うん、普通のミニバンの走りからプレミアムサルーンの走りにやっぱり大きく進化したということで、かなりその進化の度合いっていうのは大きいなと、まあ、いうことはすごく、まあ、感じるところではあるんで、やっぱりガソリン車とのその違いっていうのは、まあ、相当ね大きいなと、まあ、いうこともまあ、改めてこの車に乗せていただいて感じたところになります。はい、ちょうど反射に着きましたので、はい、ということで、また今度エアーの四駆、今度またエアーのガソリンの四駆紹介できましたら、ご紹介をさせていただこうかなと思います。当チャンネルでは、車およびカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方は、ぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。